ヤガチャガチャンネル。あー、モタタロちっちゃいな。モタタロちっちゃいな。プクリポだからね。こんなちっちゃいんだ。そう、花の民だからね。なるほどな、遊びに生きているという。そう、あのバベットとダンツさんの名前がいいのでちょっと話しかけます。この国で腕の立つ兵士を求めてる我こそと思うのは何でおぎよ。もうちょっとちゃんと喋って。ここがグレンジョー、偉大なる爆弾を壊すそうだ。壊すそうだっつったら壊すそうだじゃねえよ。いや完全に適当に喋ったよね。でまあまあ終わったらですね、2階に行ってみていただけると。2階。はい、2階。ここどこ。ここは2階で合ってるんだろうか、果たして。で、そこに兵士がいるので、ニドルフが、ニドルフ。この先はバグドウが追わす王座の魔は、王は我が国の兵士になりたいと志願する者のみにお会いになる。はい、旅人よ、その他も我が国の兵士となって活躍し、グレンジョーの英雄の証し、黒の金エンブレムも手に入れたいと願うか。願う。ならば一人前の証を見せてもらおうか。うん、確かに持ってるようだな。よかろう、王座の玉座、なんだ玉座の前に入るがよい。グレンの兵士として雇うかどうかはバグドウがお決めになる。バグドウ、王は今客人を迎えておられる、静かに中で待つがよい。はーい。というわけでこれでグレンの物語が始まっていきます。でかい、強そう。ああ、バグドウ、どうなさいました。エイドス様が来てくださったのですぞ。なんなん。じいちゃん、エイドスだと。騙されてなるか、邪悪な匂いをプンプンさせたものめ。バグドウ、まさか賢者エイドス様のことがわからないのですか。黙れ、誰に向かって口を聞いている。これはバグドウがまずい展開なのでは。そのじじいを牢に放り込め、二度と我に顔を見せるな。じいちゃん、しゃべんないの。なるほど。忙しいな。バグドウめ、難儀なことになっとるの。おじいちゃん、この国ではこんな問題が起こっとるのか。ニュース終わる。みんな心配そうにしてるよ。一方、冷静な友であった、その頃。何か分かっていない友であった。っていう顔して。バグドウに申し上げます。こちらの旅人がグレンジョーの兵士になりたいと志願しております。こんにちは。ちゃほう、邪悪じゃないですか。大丈夫そう。やっと一人前の証を持つ者が現れたか。なるほど、それなりに腕が立ちそうだな。レベル20いってないくらいですよ。だが我の目をごまかせると思うか。我が国に災いを渡しましょう。進むねえしゃい。だらたい。さすがはバグドウ、一目でこの者の本質を見抜かれるとは。お前らに何がわかる。こいつもさっきのジジイと同じだ。牢に放り込んで一生出すな。一生で頭痛いね。プリ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 。どうしたの。くそ、頭が割れそうに痛め、ガートランドめ。ねえ、そいつを早く牢に我から遠ざけよ。あ、ほう、いやあ、さあ、来るんだ。キーエンブレムのクエストっていうのは、うん、あれなんですかね、レベルは一定なんですか。なんだろう、本当は楽と楽じゃない順番がありました。ありました。でも今メキメキレベル上がっちゃうんで、それどころじゃないです。あ、関係ないレベルの。あ、寝てる。な、どうしたの、ハート、どうしたの、何？ぽやは、ぽやは。いい夢見てんな。私、ザンボアであります。どうも、ザンボア。実は、先日も王の命令であなたのような罪なき人を牢に入れたのですが、すぐに釈放されました。はい。ですから、あなたもすぐに出してもらえるのではないかと、こう思う次第であります。いい子だね、ザンボア。ザンボア。とりあえず入れてはいくんだ。形式上ね。一応ね。じいちゃん。おじいちゃん。なあ、先ほど感じた通り、お前は生き返しを受けたものじゃな。生き返し。やはり賢者だったが。わしは世界を旅して知った。お前たちエテーネの民は冥王ネルゲルのやつに相当ひどい目に遭わされたようじゃな。そうなんですよ、村焼かれたんすよ。やばいっすよ。
大変申し訳ございませんでした。どうかお許しください、エイドス様。牢開けっぱなしじゃが、いいんか。逃げてまうで。とも空気読むから。顔を上げられよ、次男兵士長。今の王ならわしにあのような態度を取るのも仕方あるまい。今の王、エイドス様、やはりエイドス様にはお分かりなのですね。王が以前のバグド王ではないと。ああ、あるあるだよね。ねえ、実は王は先日まで病に倒れていたのです。なんとか一命は取り留めましたが、以来ひどい頭に悩まされ、いつもイライラと全てを憎んでいるかのようなご様子で。痛いと大変だよね。ガートラントに戦闘を仕掛けるなど、たとえどんな理由があったとしてもおっしゃらなかったはずなのに、一体王はどうしてしまったのでしょう。あの頭痛さえ治れば元の優しい王に戻るのでしょうか。何かに蝕まれているのじゃ。バグドーのことは奴が赤ん坊の頃から知っており、このまま見捨てようとは思う。ありがとう賢者。じゃが知っての通り、わしは忙しい。この国にもいつまで滞在できるかわからんみじゃ。なるほど。王の頭痛を取り除く方法はないわけでもないが。ではエイド様、私にその方法を教えてください。王のためならどんなことでもします。どんなことでも。そうか、脱ぎ賢者ジーダン兵士長よ、教えるのならそなたではなくこの者の方が良さそうじゃ。なんで決まっただろお前の名はそうか、おめえ先に見ちゃった。友というのか。今ギュンっていうところで元太郎がフィョンって出てきた。友よ、王を元に戻すにはそれなりの覚悟と勇気が必要になるじゃろ。はい。この国を救う覚悟ができたならわしを訪ねて宿屋に来るがいい。待っておるぞ。え、もう牢を出る気なんですか、エイドス様。宿屋でいいんですか、エイドス様。あ、そういう感じ。やばい。そういうのがお好き。オーガの女そこにいるから、もう冗談じゃなくなっちゃう。今のままではこのオーグリド大陸にてひどい戦争が起こります。そうなれば多くの民が苦しむことになる。多くの民もなお。トモさん、どうかお願いします。バグドを元に戻すため力を貸してください。はぁ、治療の断りたい、断りたい病が。やります、やりますよ。ありがとうございます。さすがエイドス様に見込まれた方。そんな笑顔を向けられたら。綺麗な目をしている。さあ、城の出口までお送りしましょう。宿屋に滞在中のエイドス様にお尋ねください。はーい。ストーリーが進んだ。あのさ、ちょっと待ってて、忙しすぎてさ、はい、あの俺さ、自分のキャラクターさ、ドアの目の前で待ってたんだけどさ、俺もこれ見なきゃいけなかった今ね、牢屋に運ばれてるところ。なるほど。じゃあ踊っておきよ。あ、でも宿屋に行っといていいっすよ。踊ってまいりようかな。わかりました。踊る暇さえ与えない。与えない。いい女立ってる。頼むよ。どこだ。ビョルン、ビョルン。こいつ、どこだ。お帰りなさいませ。世界宿屋協会提供旅のコンシェルジュのサービスカウンター、こちらです。はい、こちらは旅のコンシェルジュです。冒険者の皆様に様々なサービスを提供するため、世界宿屋協会より派遣されております。あ、私どもが提供しているサービスについてご紹介させていただきます。はい。まずは支給サービス、当コンシェルジュに登録するだけで毎週金曜日にゴールでチケットが支給されるサービスです。おいおい、すげえな。続いて元気チャージ交換サービス、遊んでない時間を経験値がたくさん稼げる便利なアイテムと交換できるサービスです。あ、これ欲しいやつで、で、ね、宿屋協会からまずプレゼントっていうところで、とある便利な道具を発明したのが妖精の姿見というですね、課金を促すアイテムですね。なんとこの鏡をご利用いただくと、実際に着替えなくとも様々な装備を身につけたご自身の姿を確認することができます。へー、おしゃれな装備品、創意工夫を凝らした独自のコーディネートを探す際にぜひともご活用ください。こういうの時間潰しちゃうよね。妖精の姿見をご活用いただき、より快適な冒険生活をお過ごしください。いいな。ダメだ、これ開かないようにしよう。絶対時間なんかかかっちゃうもん。あ、すごい時間経つよ、それ見てたら。そうだよね。で、利用登録をするって押したら、協力を、皆さんをバックアップします。はい。登録はレベル15以上の方に限らせていただきますが、うんうんうん、レベル15ですね。で、サービスの説明を聞きますか。まあ、はい、聞いといていいと思うね。で、サービスについてのご紹介します。まず、サーバーの移動は、コンシェルジュによった移動です。はいはい、はい。で、週に1回、皆さんの進捗に合わせてお金を配ってます。うんうん。で、元気玉交換もできます。はい、ね、で、いろんなことできますけど全部無料です。すごい。
でお手続きと言いたいところなんですが、またなんか、ジェネラルマネージャーで指定の紐をですね一つ納品していただくということになってますので、スライムベースを倒すとよく落としていく、アストルニウムという鉱石を持ってきてください。はい、わかりましたっていうとこですね。これ大事だからやっとこうね。そうだね。で、よいしょ、うんうん、で待てよ、どこでも渡せるよ。俺も利用登録すると、アストルニウム持ってこいって言われるから、やっと俺も並んだ。よし。はーい。おすすめ情報、憧れのマイホーム。お気に入りの住宅村を見つけたら空いている土地を購入してみてください。土地を購入したら家を建てることができますので、建物屋などで、家を購入しアストルティマにマイホームを建てましょう。なるほどな。ね、これは受注とかはいらないけど、よかったらやってねってことですね。まあお金ないとダメなんだろうな。大したことないぐらい。ちなみにタロちゃんどこだって？左。あ、こっちね。あ、タロの番終わったんで待ってる。うん、俺もトモさんもやんなきゃいけないから。いってらー。ちっちゃ、そんなところから出てこんでも。おちっちゃ。来てくれたか、トモ。はい。時間がない、率直に言おう。マグドーの様子がおかしいのは悪しき正気、魔性に侵されているからじゃ。はい、わしやお前にあれほど激しい剣を示したのはわしらの中の聖なる力に感づいたためじゃろう。聖なる力か。聖なる力。魔性のことは知っておるな。あのまがまがしき悪魔の霧のことじゃ。ほうほう。魔物がまとえばその力は何倍にも強まり、人が触れれば命を落とすか心を悪に染められるという。はーい、死ななくてよかったね。半ば忘れられた存在だった魔性が今再び活発化したのは冥王ネルゲルがこの地上に降り立ったためじゃ。殺そうと思うよ。この国を救う覚悟はできたな。もちろんです。バグドーに取り付いた魔性を払うために必要なのは、なんか仲間との絆とか言わないでよ。いや、なんでもない。なんで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 。必要なものはレベルの聖杯じゃ。グレン領西の北部ベコン渓谷の奥に今も眠っておる。はい。たやすく入手できるものではないから、しっかりと準備をして赴くがいい。聖杯が入手できた頃またここで会おう。わかりました。なんかドラクエだ本当に。おじいちゃん、なんかすごいジジイの移動に時間使うじゃん。ジジイ、ジジイのエイド様やからね。エイド様、エイド様やな。さあ、というわけで、ものが、話が進んだので、はい、ここみんな来るから、今結局次何したらいいの俺。ベコン渓谷じゃない？ベコン渓谷に行って、両西の北部だから、西の北部なので、先ほどの入り口じゃなくて、一個上の入り口から行きたいのでって感じですね。そうそう、紫の人話しかけてもいい？あ、だ、やめてよ。もちろん、大丈夫。重い病気で床に伏せていたバグドーを賢者マリンは癒しの術で作ったらしい。違う家入っちゃった。賢術、賢者の術とは本当にすごいものだ。賢者いっぱいいんだな。だが癒しの力なら俺の育てている薬草もバカにしたものではないぞ。なんといっても誰にだって使えるからな。誰にだって。ところであんた見たところなかなか腕が立ちそうだな。どうだ、一つ仕事を頼まれてくれないか。そうでもないけど。実は薬草の鉢植えに使う窓ハンドロが足りなくて困っているのだ。窓ハンドロの泥ですか。すごい。窓ハンドロはグレン領東の南側にいる窓ハンドロが落とすのだが、手に入れてきてくれないだろうか。いつかやる。受けますか。おお、引き受けてくれるか。オンミキル、礼はきっとするからな。それと奴らは普段土の中に隠れていて、そんな感じだ。はい、わかりました。パッ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 ラン。なんか薬草はやっぱ必要だよね。まああれだよね、あの自力回復できるってところのメリットはあるよね、やっぱね。うんうん、いろいろあるんだな。だったったった。さあ、というわけでございまして、グレン領西にやってきたわけですが、ですね、多分ね、ベコン渓谷にね、こいつが運んでくれるかもしれん。行ったことないと運んでくれるか。わからん。話しかけまん。リドバンという、以後よろしく頼む。自分の仕事はこの場所で、城下町から商品を各所へ運ぶとこだ。これからランガオソンを村を経由してザマなんたらの方に行くが、そこまで乗せていくぞ。ザマ崩壊だよ。ザマなんとかで、送るだけで迎えには行けん。で、これはね、反対なので行かなくていいっすね、うん。そうですよね。要はそう、あの実家に帰るっていう選択肢ですね。なので、あの歩いて頑張って向かなき行かなきゃみたいな、いけないみたいです。はーい、よいしょ、よいしょ。どうして乗ってくれないんですか。よし。なのであれですね、一回ベコン渓谷だから、ちょっと左側行って上側の方。なんかいる。あ、シールド小僧じゃない。キャー、小僧さん。
こっち向いてシールド小僧さ、なんだろう、俺らを見てさ後ろ向いてさ背を向けながら逃げてくんだったらシールド意味ねえじゃん。かわいいな。ちょっと間抜け。ねえ、ちょっと間抜け。かわいらしいね。よい。ここ夕方になると綺麗なんよな。あ、綺麗、夕方はここ。あ、そうなんだ。なんかフォトスポットとして強いよね。すごい、すごいんだよ、すごいから。あ、ちなみにね、トモさんにごめん、言っときゃよかったわ。なんですか？さっきの宿屋に帰りそうじゃん、この後。あ、だからグレン城下町をルーラストーンで登録しとくと。あ、でもあなたメインストーリーの場合帰れるんですよね。これってさ、私が帰ったらみんなどうなっちゃうんだろう。おのおの帰れるんじゃない？いや、おのおのがやればいい。今、トモさんと俺同じストーリー進めてるから一緒に。そうだけど、あれでね、モタタロさんはもう過ぎてる話なんだよ。あ、ここまだです。あ、そうなんですね。そう、グレーンはまだです。じゃあ、で、妖剣士の使ってところに行った方がいいみたいですね。はい、死者たちが眠る北の洞窟には死者たちが眠る。生きている者が近づけば死者は目を覚まし死の世界へ引きずり込もうとするだろう。で、ドルボード乗ろうとすると、乗っていいよ普通に。乗ろうとすると勝手に補充されるから。ドルボードねえぞって言われるから、はいと押したら乗れる。はーい、よかった。上、あ、なんとかドラキーいる。明治ドラキーか。タホドラキーだっけ。明治ドラキーか。戦え、ゲゲゲゲゲ。かわいい。こんなにぷくぷくなの。ぷくぷく、かわいい。こんなに丸いんだ。こんなにちっちゃくない？丸いんだ。かわいい。よいしょ。いやー、なんかいる。強そうなのいる。怖い。あ、やべ。あ、え、当たった人いますか？いや、アクティブモンスター、アクティブモンスター。そうっすね、不意をつかれた。まあ強いですか？痛いっすよ。まあ、なんだろう、今までの中だとちょっと強いかもねぐらいじゃない。うん、あ、間違えた。ミス。よいしょと。で、ノンノが僧侶だからノンノに回復してもらえるように祈りつつ、なんだったらノンノあれかもね、あの命大事にとかにしようとかいいかもしれない、作戦。ああ、そういう作戦っていつ変えられる。あ、ここか。あ、ここ、そこからでもいけるし。あ、命大事になってる。あと、普通の作戦からでもいける。普通の、あの、めっちゃ、あのメニューのね。うんうんうん、イエーイ。だから本当にね、なんかね、過去作のドラクエ一回やってたら、過去作のドラクエでやってた時によるとやると大体いけたりする。はーい。そう、ここら辺はね、正直初見超ビビった。うんうん、なんか、ドラクエじゃんと思った。ドラクエですね。あれ、みんなどこ行った？お前、なんですぐ迷子になれるんだよ。なんでお前もう分かれてるんだよ、道。こっち、なんかいっぱいだなあ。あ、でもそこのね、あの目の前にあるホラー穴みたいなところ入ればいい。目の前にある、右側にある。みんなこっち。はい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 。そっちからでもいいけど、まっすぐからでもいけるよ。ん？あれですね、当たりましたね。はい、よいしょと。この草さんよ、どこが。オッケー、すげえ。うわぁ、 MP が。そうね、でも小瓶持ってるでしょ、どうせ。え、持ってた。持ってねえわ。自信なし。まあ、なんとかなるでしょう。どうしたらいいかな。登録しなくてもいいかな、別。あ、ちょっと待って、小瓶ちょっとずるします。めっちゃ持ってるわ。ね、待ってね。ここにはもう来ないので、やんなくていいっす。あ、はい。敵いないんだ、ここ。あれ、いない。あ、いないんだ。死者たちが眠るって。ここのこと？なんか北の方って言ってなかった？そうあれ迷った。いや、その上こっち。え、どっち？こっちか。あの、こっちん。え、あい？あー、あったんだ。そっちにあったんだ。みんなどうした？なんか怖いのいるな。ドラキー、あ、これ死んでる人じゃん。何こいつ。あっ、看板読んでたでしょうが。後ろにいる俺が当たりましたね。看板読んでたでしょうが。看板読んでたでしょうが。これ何？あれ、死んだ。あ、起きちゃった、起きちゃった。死んだふりしてた。そう。いや、死んでたんだろうけども。もうもはや死んでる。もはやな。あ、燃料が。
ボーン。ボス？あれですね、この後ボスありますね。強そう。なんかまだグレン行けって言われなかったからグレン後の方なのかも。まあまあまあ、つっても弱いでやりゃいけるでしょ。いけるでしょ、うん、ただ攻撃すればいいですか。でいいと思うよ。仲間が揃いました。殴るぜ。ボコボコや。主張中。主張してますね。はわー、さっきの方たちでは違う。違う人たち。違う方たち。知り合いの騎士だから違うね。頭割れとる。かわいい。こんなんなんだ。え、かわいい。なに、統率取れてる。統率。かわいい。わーあ、こあ、あ、組み立て、あ、新しきものを作っている。すげー。かわいい。あ、あ、あ、アンパンマンスタイル。いや。自分で。え、強そうに見える。出てますって口から何か。わあ、誰だ。我から聖杯を奪わんとする者は。俺だ、俺だ、俺だ。俺、俺、俺、俺だ。え、何？あら、そうか、貴様ガートランとの手だな。違うよ。我が名は剣士オーレン。レムルの聖杯に我に残されたただ一つの希望。そうな。いや、強そうって。ひぃひぃ。あら、決して誰にも渡さぬ。渡さぬ。強いんだろうな。